楽しんごさんが歌を歌ってくれることになりました。はい、すごい。食毛事例ガイドブックを LINE 登録してくれた方に無料プレゼント。詳しくは概要欄から。じゃあ本日お忙しい中お集まりくださってどうもありがとうございます。ありがとうございます。皆さん僕の YouTube にゆかりのある方たちで非常に共通の話題とかあると思うのでぜひ楽しんでてください。今日は特別ゲストでトルコから食毛ドクター村木先生です。悩みがある方はぜひ通訳士の方隣馬釈さんいるので日本語で薄毛の悩みとかぜひ聞いちゃってください。よろしくお願いします。で会場の中に植毛した人がちらほらいらっしゃるので何ヶ月経過しました。僕もしました。楽しんごさんはもうちょっと 1年ぐらいめっちゃ生えてきました。はい、はい、植毛して10日後とかそういう方もいていろんな人の頭を見るチャンスなのでぜひ美食形式で歩き回りながらコミュニケーションを取っていただければと思います。じゃあドリンク持っていただいて乾杯しましょう。よし、じゃあ乾杯。Yamamoto kardeşimle beraber inşallah Türkiye ve Japonya arasında bir köprü şekiller geldiğinde Arigato gozaimasu.抜けるはずですけど、もう3ヶ月ぐらい経過してこの状態だと抜けずにラッキーで残ってるタイプ。なんかシャンプーしても もうあんま抜けないですよね。あ、もう抜けるときに特に思いました。2ヶ月後までに抜け切って、それ以降はもうほとんど抜けないです。ロシアの頭皮状態も結構そうなる。後ろとか大丈夫？後ろ全然わかんないですよ。強い、腰が強い。すごいマッサージうまいんで沖縄行ったらぜひお願いします。僕がよくインスタ出してるパワースポットあるじゃないですか、はい、あれ全部宮城さんが。ああそうそうそう、簡単な、はい、ぜひよろしくお願いします。でかい石だと。あ、そう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 、良さそうな。すごいこれ妖精好きですよこれ。すごいかっこいい。これ待ち受けにするといいよ。よろしくお願いします。ああ、頂戴します。はい、出張が好きなの島尻郡中の隣町です。まあ、那覇今度ね、沖縄行った時、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、よし、皆さん、ちょっと一呼吸を送ってために僕と楽しんごさんのトークショーにも耳を傾けていただければ嬉しいです。こちらに来てください。こちらにどうぞ。僕の頭よく見てください。もうちょっとこっちにしましょう。ゆうこさん、ゆうこさん何座ってるんだと。お姉さんなんだからまだ。あ、ゆうこさん、みんな来てください。そう、お兄さんたち前にどうぞ、どうぞどうぞ、前にどうぞ、はい、どうぞ、はい、そう、コーナー、島袋、はい、マジで先生、貴重なトークショーなんでね、今日よかったら来てください。あ、そうです、じゃあ、楽しみさん、お話ししましょう。32の年ですから、はい、先生、はい、バジャックさん、ブラック先生、隣に。バジャックさん、みんなはもっと僕のそばに寄って。いや、君じゃないわ。楽しんごさんが植毛をして約1年経過しました。はい、で、経過した様子をドクターにちょっと見てもらいたいなと思います。He will get the certificate now. 私もドクターで今日で行きます。Evet. Hemen bakalım o zaman saçları. すぐ見てみましょう。楽しんごさんは廃業に2600とかそんぐらい。2600入れまして、で本当にやってめちゃくちゃ良かったです。半年後ぐらいにガンガン生えてきたんで、で僕は多分すごい多分生えた例だと思うんですけど、もともと分け目ハゲがあって、結構悩んでたんですね。だから僕多分テレビ出てる頃をずっと前髪こうストレートでこうやってやってたんですけど、実はめっちゃおでこ出したら悪魔ぐらいはげてて、それでずっと過ごしてて山さんに出会って植毛をトルコでやらせてもらいました。メディアで見るのに楽しみさん髪の毛が下がってるのしか見たことなくて、あ、そう、はい、やっと今もそうなんですけどこんなに生えてきました。おお、綺麗。おお、
Benim işim bu ama yaptığımızı bilmesem, tanımasam Ekim olduğunu anlamam çok doğal bir görüntü. Ma, sensei shokumo shitakedo, ma, zenzen wakaranai shokumo, ma, shiranai hito wa, zenzen wakaranai to omoimasu. Çok sık ve yoğun çalıştık gerçekten. O mitsudo de shoku. Çok güzel. Bir operasyonun başarısı, sen tutabilir misin? Bir operasyonun başarısı doğallığıyla anlaşılır arkadaşlar. Shokumo shujutsu de ichiban daiji no wa shizen mieru. Eğer ki Ekim olduğunu karşıdan anlaşılmıyorsa o başarılı bir operasyondur. Shokumo shita hito no atama ni miru toki ma shizen mireba kore wa hontou ni iyi shujutsu. Şimdi tanımasanız, Ekim yaptırdığını bilmeseniz Ekim olduğunu anlar mıydınız? Shiranaito ninareba miru toki wakarimasu ka? Shokumo shita ka shita nai ka wakarimasu ka? Wakannai. Wakannai. Na. Kono gurai chikatsuku to boku nara wakaru. Kono gurai da to wakannai. Evet, şu mesafeden anlaşılmıyorsa güzeldir. Çok güzel görünüyor. Aynı zamanda donör alanına bakıyorum, enseye. Kotobu mo ne, zenbu totta no ni haite kimashita. Donör alanınıza bakın, donör alanından da hiç alım yapıldığı belli değil. Ensede en ufak bir boşluk bile yok. Muhteşem olmuş. Çok güzel, çok güzel. Saç kalitesi zaten çok güzel. Biraz kıskandım, benim saçımdan daha iyi olmuş. あの、すごい。あの、新郎さん、食毛する前なんで、こっちの M字とこういう上がり方で。そうですね。僕はあの、本当にあの、おでこが広かったんですよ。この食毛のおかげですごく狭くなって、で、僕は多分、あの、あんまり気にしないで、あの、山田さんから経過の写真くださいって言われるまで全然気にしてなかったんですね。あんまりなんか神経質に毎日、あの、こうやって生えてるかなって見るよりも、 あの、神経質に毎日、あの、こうやって生えてるかなって見るよりも、ほっといた方が生えてくるってことが分かる。なんか、あの神経質の人より下町なんでね。確かに。これから食毛したい人いますか？そうですね。そうですか？食毛して1年経過の楽しんごさんと、あと、3ヶ月経過、10日経過とかそういう人たちいるので、ぐるっとなんか、一通り見ると、あの、時間軸が分かっていいかなと思います。はい、トルコはね、あの、全然話変わるんですけど、食べ物がめっちゃうまいです。世界三大料理なんで、めちゃくちゃ美味しいので、もう絶対行ってほしいです。はい。三大料理は、トルコ料理、中華料理、フランス料理。フランス料理ですね。だから食毛で悩んでる方、ぜひ、あの、絶対良くなるんで、行きましょう、一緒に。 初めてやった時どのぐらいで生えてきたんですか？初めて僕が生え始め遅くて5ヶ月過ぎぐらいからやっと生えてきたなって感覚になりました。でもほんのちょっとだけで、ボリュームアップ感じたのは10ヶ月後ぐらいでガツッと生えてきた。あ、じゃあまだもう2ヶ月3ヶ月の方はまだ経過途中。あ、そう、まだまだ。まだまだメンタル的に落ちる時期ですね。本当に生えてくるかなみたいな。ああ、なるほどなるほど。毎朝鏡見て はい、もしよかったら、ぜひ僕の髪の毛触っていただいて、いただいて、さっきあの、食毛興味ある方は手を挙げた方は、実際生で触れる貴重な機会なので、触っても垂れかかんないので、ぜひ触ってください。すごい。じゃあ、そんな感じで、トークショーに対応終了して、みんな自由に。自由に皆さんの頭を触る。お疲れ様です。いっぱい触って。ありがとうございます。じゃあ、早速触りたいけど、どうぞ。頭、どうぞ。後ろみたいな。あ、どうぞ。よし、じゃあ、ありがとう。はい。シャンプー。はい。もう、旦那ちゃん、もちろん爪は大丈夫でしょうけど、
あ、もうめっちゃガリガリやった大丈夫。あ、いい、はい、ちょっと刺激強い。もともと癖っ気なんですよ。いや、同じ細胞なんで、多分癖っ気に食毛とかになったみたいな。ちょっと刺激の少ない方がいいですね。優しいシャンプーの方がいい。もう癖っ気なんで、多分いい感じになると思います。あ、でもかけてないじゃないですか。いやいやいや、かけてません。てっぺんが。ぜひ皆様、残りの時間楽しみましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。En önemlisi bu. Karşıdan bakıldığı zaman ikim olduğunu anlıyorsunuz. Şu an çok mu oldu? İçi bakta iyice ama çok mu oldu? İçi bakta iyice ama bir tokiye şizen yiyelim. Kimse ikim olduğunu anlamaz şu an. Çok iyi. Avalino şu an. Olur olan da gayet güzel görünüyor. Gayet チェカさん、食毛する前の画像とかあります？自分の頭見せてあげてくださいよ。写真見せるのがめちゃくちゃ楽しいと思いますよ。はい、会社で違うの。いや、もうネタにもなるし、飲み会も入ったし。食毛手前の丸刈りにしてない画像だといいですね。今まで植毛した患者さんの顔が見えた、うん、最高。最初に植毛したい人があれば、うん、ジャッキーさん、いくつなんですか？僕32歳。32歳じゃん。オーマイゴー。この中央から反り上がってきたものが、マニアレーズ。ビフォーアフター。ビフォーアフター。いい感じ、横向きとかも、うんうん、いいな。すごい自然。Thank you。 まあ、もっと眉毛のオプションはしてたら やりたかった。全然教えてくれない。今、眉毛もできます。前はできなかった。いや、前は眉毛やるなんて思ってなかったんで。誰も、はい、僕やってきました、自分で。自分はやりました、ね。なんか出してくれなかった。まだいつくの？いつ出したい？眉毛はいくらの？眉毛は30万円ぐらいかな。安いです。日本よりも安い。どっから持ってくるの？後ろから持ってきます。え？そうなの？はい。でも重友さん濃いから眉毛しっかりしてるから。すごい。え、頭頂部はだけだと、あ、でも何か分間によって値段変わる。日本だとそうなんですけど、海外だと何回やっても金額変わらないです。なので薄毛面積広い方はめちゃくちゃ得する。本当ですね、はい、もうちょっと歩いてから行こう。確かに コスパって観点だとはそうですね、はい。僕はね、楽しんごさんが歌を歌ってくれることになりました。この前やったら、コンサート料金とかそういうのがかかるんですが、今回はマジっすか、ご両親で歌ったら、僕ですね、オペラを習ってまして、ソプラノなんですけど、今普段こんな声なんですけど、腹式呼吸の裏声で、サラ・ブライトマンの原曲でタイムトゥセグッバイの TikTok がなんと1億回再生しました。よかったら、はい、ぜひよかったら、曲だけ聴いてください。タイムトゥセグッバイ聴いてください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。頑張って3年間のソプラノを習いました。本当に今日は聞いていただいてありがとうございました。今日は来ていただいたみんなにラブチーに
ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ行きまーす。はい、チーズ。何でもします。皆さん本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。食の途中の方は僕が引き続きサポートしていきます。で、これから食の可能性のある方がいたらいつでも連絡してください。で、定期的にこういうオフ会とかやっていこうと思うので、まあ定期的にやってほしい、はい、楽しいです。ぜひまた遊びに来ていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。オッケー、よし、食毛ツアーといえば薄毛の窓口、詳しくは概要欄から。薄毛は1年で治る。薄毛対策いろんな方法があるんですけど、食毛で薄毛をなんとかしたい方は僕に LINE の方で連絡をお願いします。 LINE は概要欄に載ってます。こちらです。